おはようございます、かもじゃますです。田島しんちゃんです。今日はですね、国体の在体大会にやってきちゃいましたね。ありがとうございます。はるばるね、あの岐阜の方からしんちゃんがね、今日は来てくれました。ありがとうございます。はじめのしんちゃんです。楽しみです。僕らね、もう寝起きでちょっと顔できてないんですけど今日はあのね、昨日の動画に引き続き、あの大会の様子であったりだとか、まあ、ちょっと選手にインタビューをしていきたいなと思ってます。はい。まあ、ちょっと一応ね、少年男女のね、全てのチームにあの声掛けするっていうあの目標でやってるんですけど、やっぱね、大会前ってことなんで、なかなかちょっと声かけづらいじゃないですか。あ、確かにね。やっぱなんか試合前に声かけてくるねみたいなことって、僕やっぱね、自分が選手の時にやっぱ思うんで、だからまあその大会の雰囲気を取りつつ、まあ、そこでちょっといた子に声をかけるっていう形でね、やっていけたらいいなと思います。はい。まあ、なので、できるだけちょっと選手の、ね、邪魔だけちょっとしないようにやっていきましょう。そうですね。今日の意気込みお願いします。今日はアナウンサーしんちゃんで先生頑張りますありがとうございます。ということで、今回は三重の常若ソフトテニス大会の、はい、1日目潜入していきましょう。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。あいうえあおあお、オッケThank you.
ノリコ。はい。今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもマジレベル高いですね。すごいね。いやマジ高い。ワクワクしちゃう。本当に全チーム撮りたいと思ってたんですけど、ちょっとねこう動画見てもらった方は分かると思うんですけど、ちょっとダイジェスト風にねこう動画を撮らせてもらいました。なのでねちょっとまた明日もねこういう形でちょっと動画撮っていきたいと思うので、ぜひ見てください。楽しみですね。楽しみですね。さあね最後決勝までねやるということなのでね、明日もぜひ楽しみにしててください。はい、試合のね詳細をあの概要欄に貼っておくので、ぜひそちらからねライブ配信見てください。ぜひ。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。